Tシャツの話しとったのに悲しい。今日カラコン入れるかめっちゃ迷う。でも泣いたらさ、まあ泣いても別それはせんけど、まあ、乾燥するかなと思う。でも映った時なんか目、今はさ、そのちょっとあのショールームの機能的にね、ちょっと今補正されとる部分があるからさ、目ので目別にちっちゃくないんじゃないって思うかもしれんけど、鏡で見た時がちょっとちっちゃいなって思うんですけど、どうでしょう。入れなくても良さげ。でもね、写真写りがいいのはやっぱカラコン入れとる時なよな、やっぱね。なんかね、まあ、自分的にしか分かんないやつなのかもしれんけど、目がめっちゃちっちゃく見えるんやけど、やけどって。としぼうさん、クマのぬいぐるみありがくま。としぼうさん、クマのぬいぐるみありがとう。目がちっちゃく見えるんよ。レフさん、クマのぬいぐるみありがくま。レフさん、クマのぬいぐるみありがとう。顎の部分シャープになった。いや、これはだから補正なんよ、絶対に。補正の仕業です。ワイが痩せたわけではありません。もうだって今親知らず下両方生えとるから、もうここ出てきとるもん。やだわなんか昔の写真とか見たらさ、ここめっちゃさ、こう綺麗にこうなんていうの、直角っていうかこう見えてたのよ、顎の骨が。でもなんか親知らずがこう出てきてることによって全く見えんくなって、ここが悲しい。早く抜きたいよね。涙流しても大丈夫なんよ、カラコンって。そんななんかすぐポロって取れたりせんから、うん、大丈夫なんやけど、なんか最近あんまり入れてないから、公演の時とかもどうしようかなって悩んでる。でもな、今日な学校ちょっとだけ行ったんよ。行ったって言ったやんか、さっき。なんか文化祭みたいのやっとって今で、なんかこういろいろ発表したりするんよ、自分たちで。それでまあ、今日はな、まあ、ちょっとした時間やったけどやってきたんやけど、もうそろそろですか。おはようございます。あ、何も見とらんわ。ずっと楽屋におるから分かりません。ざわざわしてきた。いや、もうあともうちょっとで15分経つや。あと1分ぐらいじゃない、多分したら終わります。そう、前も文化祭とかしたことないからね、なんか楽しかったよ。ちょっとだけやったけど。でも明日もあるから、明日は満喫満喫はできんけど、まあちょっと長くおれるかな。え、これあと何分ぐらいやろ。いや、屋台とかはないけど、まあ、ちょっとした出店じゃないけど、こんのもの、うん、まあ、全部学生がやっとるやつやから、なんかそんななんかめちゃめちゃ出店って感じじゃないよ。食べ物系多分ないと思うよ、この時期的に。なかった気が、なんか駄菓子みたいなのあったけど、
なんか丸バツクイズとかジェスチャーゲームとかなんかそんなんやっとった。ミニゲーム的なのが多かったよ。いた。え、さっき切れたの。でもね、あの閲覧数が、閲覧数っていうかこのこれが継続されとったから多分あの大丈夫やと思う。え、大丈夫よな。さっきでちょっと時間ロスしたのと始まりがちょっと何秒か遅れたからそれで今なんないんだ。え、分からん。たった15分。でもテロップ出てなくない？あれ、あ、すいません、失礼いたします。立ったけど、ね、立ったけど、お願いします。あれ、え、でもこれ終わったらカウントされとるんかな。え、途中からやから出らんだけで毎日のやつにはカウントされとるんかな。え、どっち分からん分からん。開始は4時半になっとるやろ。でも今4時47分とかそこらへんやろ。あれ、これもう一回15分とかじゃないよな。18分経過になってるって言ってるから多分大丈夫なんじゃない。え、分からん、どうやろう。え、多分大丈夫よな。いや、多分大丈夫やと思うけど。いやいや、もうなんかあんま長くはできんからちょっと終わりたいんやけど。終わっていいかな。うん、え、ちょっと終わるわ。でももしあのちょっとマネージャーさんに聞いてみて、あ、それはちょっと待って最初からになっちゃうねって言われたら、終わりに時間見つけてやるわ。え、何分くらいできるとか覚えてない。20分じゃない、10分過ぎぐらいじゃない。でも15分やりましたっていう証拠をみんながなんか持ってくれとるみたいやから、ちょっとちゃんと、え、ちょっとなんか不安になってきた。テロップ出らんと。まあいいや、終わります。ありがとうございました。ちょっと今日ランキング読めないわ、ごめんなさいね。投げてくれた方ありがとう。じゃあコンサート一緒に楽しんでいきましょう。さようなら。バイバーイ。